はようございます。ちょっとやばい汗がやばい。おはようございます。今日はハッピーフライデーです。ハッピーフライデー。今日はね、雨なんです。外が雨で、多分ユタってめちゃめちゃ乾燥してるんですけど、雨だからちょっと湿気もあるのか、すごい汗がやばくてめっちゃ暑い。今日は足の日だったので、まあ足でね、大きな筋肉だからすごいねカロリー燃えやすいし、すごい疲れた疲れた、てかお腹すいた。とりあえず今日はまあ金曜日のね、一日の Vlog を撮っていきたいと思います。で、私は今ケトジェニックダイエット中なので、月曜日から始めてるんですけど、月曜日から始めて今日が金曜日なので、まあ5日目ですね。5日目、ちょっと用事が重なって外食とかしたりもしたんですけど、とりあえず今ケトジェニック1週間目なので、まあ今日もね、そのケトジェニックダイエット中の1日の様子を撮っていきたいと思います。ほう、やばい、息切れがやばい。ということで、朝ごはんを作っていきたいと思います。今日のボディチェックです今日はお尻の日、お尻っていうか足の日だったから、なんかお尻がすごいパンパンっていう感じです。私腕がさ、二の腕に脂肪がある感じで、それで後ろから見た時になんかさ、腕がぷっくりしてるんだよねそれをね、なんとかね、ちょっと改善していきたいなと思って。本当に腕が気になってしょうがないんだよね。やっぱりね、夏だからさ、腕とか出したいじゃないですか。タンクトップとか、まあ気にせずにね着たいので、腕とかもねちょっと頑張りたいと思います。上半身弱いんだけど、はい、上半身もねたくさん鍛えて筋肉つけて、ちょっと脂肪を燃やせるように頑張っていきたいと思います。おはようございます。それでは私の朝ごはんの時間です。ちょっといつもと画角が違いますが、この方が食べ物が見えるんじゃないですかということで、今日のねケトジェニック用の朝ごはんです。美味しそうじゃない。最近いつもねエグタコだったから、ちょっと気分転換にベーコンと卵とあとアボカドにしてみました。いただきます。ちょっとお腹すいたから食べます。ほら完璧、卵が、ほら美味しそう。見てベーコン美味しそう、やばい。見てこうやってね黄身をつけて食べます。うん、やばい。ベーコン久しぶりに食べたんだけどめっちゃ美味しい。やばい、うまっベーコン。アメリカに住んでてすごいしみじみ思うのが、アメリカでダイエットとかボディメイクとかするなら本当にケトジェニックダイエットが一番合ってるような気がします。実際にアメリカでもやっぱり肥満って言われる人はお医者さんとかにも大体ね、この糖質制限ケトジェニックダイエットをおすすめされるので、私の友達の旦那さんとかもね、結構それでケトジェニックダイエットをしてるっていう人も多いんですけど、だからアメリカでは本当になんかケトジェニックやりやすくて、こういうベーコンとかさ卵とかもすごい安くたくさん買えるし、まあ、卵は最近ちょっと値上がり問題があったけど、比較的お肉もお魚もそういうのさ、コストコとかで買ってもどこで買ってもやっぱりステーキとかもすごい安く買えると思うので、日本に比べたら多分ケトジェニックやりやすいです。あと外食する時もケトジェニック用のメニューが結構あるくらい、ファストフードでも結構あるんですけど、ケトジェニック用のメニューとかも結構あったりして、それで前私はバーガー屋さんのインアウトでプロテインスタイルバーガーだけ、なんかそういう感じでバンズがなくてレタスで挟まれたバーガーとか頼むことできるし、まあそういう感じでね、いろんなお店でケトジェニック用のメニューとかあったりして、アメリカはねいろんなダイエットされてる方いるので、アメリカで痩せたいなら本当になんか糖質制限が一番痩せやすいんじゃないかなと思います。ライフスタイル的になんか低脂質のねやろうとして何回もね取り組んでるんですけど、なんか外食とかするともう難しいんですね、脂質が少ないものっていうのは。もうアメリカはかなり少ないから、そういうのが。だからやっぱりね、アメリカでなんかね痩せたいと思ったらケトジェニックが一番なんか落ち着くっていうか、結局はそこにたどり着くっていう感じですね。だからケトジェニックやってる時が一番ストレスがないです、私的には。甘いもの食べたくなったりするけど、でもそれは自分で作ったりもできるので、それでなんか甘いもの自分で作って食べたりできるから全然ストレスがなくて、だから本当にケトジェニックね、私はダイエットの中で本当に一番好きです冷めてきてしまったので、朝ごはんを楽しみたいと思います。はい着替えましたので、
これから一日を始めていきたいと思います。今日から朝一にやることを決めました。今日から朝一は本を読みます。本がない本はないんだけど、とりあえずね、ケイチと約束したことがあって、朝は朝一に英語の文章を読むこと毎朝するっていう風に約束したので、これからね、まあ、英語の何か自分の興味のあることを探して、まあ、記事とかオンラインの本とかもあるので、そういうの探して本をね読む時間をこれからね作ってやっていこうと思います。はい、このアウトフィットです。これケイシーがねすごい好きなのアワンクロンビで買ったお洋服です。結構前に買ったんだけど、すごいね居心地がいいので気に入ってます。今日は結構お家にいると思うので、こんな感じで楽な格好です。おなじみのサプリメントタイムです。そして今日も一日ね、このワンギャロンのねお水を飲んでいけるようにこまめに飲んでいきたいと思います。なんか今日は暑い気がするな。雨だけど湿気のせいかや。私って本当にすごい湿気に弱くって、湿気がある日の汗の量がやばいですね。私もう自分が病気かと思うくらい汗が本当にやばくて、人より10倍くらいかくんですね。日本ってめっちゃ湿気やばいじゃないですか。私本当に毎年夏本当やばくて、コロナでマスクしてた時代はもうなんか電車の中に入って瞬間にもうマスクの下から汗がずっとタラタラ垂れちゃうみたいな感じで、本当にね大変でした。日本に住んでた時、ユタは結構乾燥してるからあんまり汗かいてもすぐ乾くんですけど、日本って本当湿気がやばいからもう大変ですよね。日本に帰ったらちょっと怖い。結構私多分ユタに来てすごい体温が上がったと思うので、日本にいたら多分ね汗が本当にもう化け物みたいに汗かくと思います、夏とかそれではリーディングタイムを始めていきたいと思います。これからね毎日朝はねリーディングタイムということで、英語のね何か記事とかを見つけて、それで学びながら英語を読む習慣もつけようっていうことで、話すことが大事じゃないかなって私は思ってて、それでねなんかケイシーに英語で話したりはしてるんですけど、ケイシーが言うには本当にリーディングが本当に大切っていう風に何回も何回も私に言ってくるんですね私去年とかは読書タイムっていうのが朝にあって、それで続けてたんですけど、私読書自体が本当に苦手というか、すごいつまんないと思っちゃうんですね。ちょっとあんまり気が乗らないなという風になって、いつからかね読書をするのをやめてしまったんですけど、やっぱり読書とか英語で記事を読んでるとその中でね単語とか分かんない単語を見つけて、それで調べたりして、それでまあ新しいね単語学んだりもできるし、フレーズとかもねこういう言い方をするんだとかそういうのも学べるので、やっぱりね読書をケイシーも言う通りやった方がいいなというふうにね私も感じたので、英語をね忘れないためにも英語力を上げるためにもちょっと読書をこれからはね朝入れていこうと思います。なので引き続きちょっと読んでいきたいと思います。はいこんにちは。これからお昼を作っていきたいと思うんですけど、ちょっといろいろ材料がね結構やっぱり材料がなくって、金曜日ということでねもう1週間の終わりかけなので材料がね全然なくて買いに行かないと。まあでも一応グランドビーフはありますのであるものを使ってね今日もランチをね簡単に作っていきたいと思います。もうあるものがね、まずグランドビーフ、ブロッコリー、ベーコン、残りが少ないチーズ、ハラペーニョのピックル、クリームチーズがあるので、まあ、これを全部混ぜてケトジェニック用のランチを作っていきたいと思います。これは完全に創作料理、完全なる創作料理だけど、ちょっとケトジェニック中ね、まあ何を作ろうってなったら、まあ、こんな感じになるんですね。なのでちょっとどうなるかわかんないんですけど作っていきたいと思います。お家であるものでケトジェニック用のランチができました。ブロッコリーとグランドビーフの、まあ、クリームチーズ和えみたいな感じで、で中にあとハラペーニョのピックルも入ってます。お昼ご飯を食べ終わってちょっと作業して、で今ケイシーがね一回帰ってきたんですけど、お昼食べるためにお昼食べて、でヘアカット行ってるんですね。今本当になんか食材がマジで本当に何もなくて、まあチキンあるんですけど胸肉しかないんですね。で胸肉ってすごい低脂質なのでちょっと油が少ないから、まあ調理法によってね脂質を増やすことはできるんですけど、その調理法といっても他の材料がないんですね。チーズだとかバターとか。なので後でちょっとケイシーが帰ってきたらスーパーにねお買い物しに行きたいと思います。
今日はナショナルドーナツデーらしいです。誘惑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 けど私はキト中だからドーナツ食べれない。ポークチキンテンダーのためステーキ、うん、ミステーキリバイ、おリバイ以上見てキットキットキットっていう感じ、いっぱい書いてある。あ、ノーアデシュガーなんだこれは。キットいっぱい書いてあるでしょ。アメリカ人キットやる人多いからね。巨大ランチ、ケイシーは見ております。ドーナツを買うようです。私は食べれない。おいしい、yummy. 美味しかった。 Yeah, definitely. It's like really airy and doughy too. あれみたいな感じ、クリスピードーナツの、mm-hmm. More chewy. That's really mochi mochi. 今日はナショナルドーナツデーらしいで知らなかったけど、はい、こちらお久しぶりポークスキン2つも買っちゃった。チーズとホットスパイシー、反対だった。チーズとホットスパイシーです。夜ご飯はステーキにしましたので、こちらリーバイステーキね。今日はケトのものたくさん買ったの。これはクリームチーズ、あとはチーズ。マヨネーズ、本当はねキューピーマヨが良かったけど、やっぱアメリカだからちょっとそれは見つけられなくて、アメリカのマヨネーズです。そしてガーリック、最近なくなったのでガーリックです。イエーイ、キット、うー、いい匂い、いい匂い、うまっ、本当に美味しいこれ。では次は夜ご飯で、はい、本日最後の食事、ディナーはステーキです。すごい大きいね。あとさっきちょっとオーブンで焼いたブロッコリー、ケイシー君がエアフライヤーで焼いてくれました。さっきスーパーで買ったやつ、ありがとうございます。 Of course。サルサか。 Yeah, I'm gonna make these into tacos. いただきます。いただきます。うん。うん。あ、なんか意外と柔らかそう。Mm-hmm. 赤いし。うん。うん。美味しいじゃん。美味しい。なんか脂肪も美味しい。まあ肉。なんかわかんないけど、牛肉を食べるとすごいエネルギーが出るっていう感じがする。チキンはちょっとなんか。満足感がないっていうか、なんか満たされないんだけど、ビーフはね、すごいエネルギーをくれるって感じがする。スーパーで買った肉だけど、普通に美味しいステーキ。ケシーの2個目のステーキ。ケトってやっぱりいっぱい食べれて、いっぱい食べれるから好き。脂質が多いからね、その分お腹があんまり空かないから、ダイエットってね、空腹との戦いだと思うんですけど、逆にケトジェニックはたくさん食べるので幸せです。アメリカではね、ケトジェニックめっちゃやりやすいから、もしアメリカに住んでる方はケトジェニック試してみることをおすすめします。ケイシー君は大きいジョッキでビールを飲んでおります。ケトジェニックのこと話だからね、金曜日だから。うん、似合うね、ビール。すごい薄そうなビールだね。ビールとステーキ、いいな。これ結構ね、アルコール高いんだよ実は。アルコール高い？ 8% 本当？ビールだけだ。乾杯。すごい、デカくね。はい、ケイシー君は今日はドーナツも食べて、ですね、あ、素晴らしいです。それではいただきます。皆さんこんばんは。夜ご飯を食べ終わって、それでウォーキングをして帰ってきまして、私はねユタに住んでるんだけどね、本当になんかもう本当にやることがないわけだから、毎日同じような日々を過ごしててっていうのを、なんかさっきね、すごいなんか歩きながらお散歩しながらしみじみとね感じてて、もうどっかなんかどっか旅行行きたいなとか、どう日本帰りたいなとかね、なんか思いながらちょっと心気分が沈んでおりますけど、まあこんな日もねあります。でもね、だいたい夜になってシャワー浴びてスッキリしたら心もスッキリするから、まあ今はねちょっと心が沈んでるんだけど、環境はね変えることはできないからね、それはもう自分次第ということなので、私はちょっとねお風呂に入って気持ちをスッキリさせて、そして明日からねまたこのねユタでの生活を楽しめるようにちょっとまあいろいろね考えたいと思います。ということで、何か動画のリクエストなどあれば教えてくださると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。シャワー浴びてきます。